そっか、まあ、概念みたいなものだったんだな、ヤハウェ。でヤハウェ信仰するやつ多分今後出てきそうだしな。またすぐ出てきそう、ヤハウェ。終わった、何もかも。神が消えた今、神の使いである私に行き場はない。だが君らは違う。これガブリエルももともと織り込み済みだったのかな、サタンと。最後神も倒して終わるみたいな。これなんで神倒したんだろう俺。さあエデンへ行くのだ。神倒す必要あったか、サタン。え、箱舟一回、箱舟も一応探索しておこうか。俺もよくわからねえままに神を殺してしまった。でもこれあれだな、センターの一部が本当に切り取ったみたいな。聞きましたか、箱舟が地上に向かって降りているそうですよ。みんな事情は分かってんのか。ん、あ、ここから先行っちゃダメですよって話ね。こっちもね。さあ早くエデンへ、エデンへ行くのだ。エンディングくせえな。行くか。アスリ、ユキ、サタンか。最後ぐらいピスタチオって名乗ってくれや。寂しいじゃん。エデンの皆が待っている。行け、私の役目は終わった。私は土に帰ろう。土に帰るんだ。でもともとピスタチオっていうのは目方が作ったやつじゃなくて、土になった。さらば真の救世主アシスリ、さらば新しい聖母ユキ。今後俺が崇拝されるのか。聖母ユキと救世主メシアアシスリとして、アシスリ、サタンのピスタチオのためにも私たちは行かなくちゃ。そうか、ピスタチオは俺たちをその仕立て上げるために頑張ったわけだ。神を殺して、これから作る新しい理想の世界へ。だな、終わりか。箱舟が戻っていくわけだ。だ、またこれは人は一回滅んじゃってるから。だ、俺とユッキーで子供を作り、あ、でも他にも人はいっぱいいるのか。人はいっぱいいるんだった、そういえば。ユッキーお母さんだからな、俺も。ん、どういうこと？再出発？え？また出発すんの？地上に降りたんじゃないのか。地上に降りて、いや、クトゥルーどうなったんだよ、クズリュー。てっきりこれと戦うもんだと思ったら、クズリューそのまんまじゃん。あ、なるほど、回想シーンだったわけね、やっぱり今のは。まさかのシーンだったな、ピスタチオがサタンだったとは。これデビルマンのね、サタンみたいな、思い出したみたいなことだよな。瀬戸可愛かったのにな、お前。いや、サタンが目覚めるっていうのはピスタチオの目覚めだったわけだね。目方はピスタチオだから記憶を消して潜り込んで、だから本当にデビルマンと同じだよ、アスカと同じだよな。記憶を消して潜り込んでたわけだ。ルイサイファー、これだんだん遡って見ていってる感じか。これがエンディングだよな。これモロクの尻尾も結局よく分かんなかったね。モロクに入れるもんだと思ってたら、モロクに結局行かないで終わっちゃったな、ガブリエル。いや、ここも割と衝撃だったな。偽メシアじゃない、偽ヤハウェのところ、こいつはなかなかね、ショッキングでしたね。あれ、まさか偽の後本物を倒すとはな。 MNN ピスタチオね、この頃のピスタチオは良かった。サタンになっちまうとはな。いや、めちゃくちゃ重要キャラだったね、ピスタチオって。あ、そういえばこれどうなってんだ。混合深海行くとか言って、アマテラスとヒルコ。どこ行っちまったんだよ。混合深海なんか出てこなかったぞ。まさかどこをね。まさかどこもまあ序盤の、全然序盤だったな、まさかどこにあったの。中盤か、まあ、中盤って中盤か。まさかどこもまた会いたかったな。あ、これ偽メシアを倒した時だ。スーパードライを。
スーパードライ。お前が何気に、あ、でも死んだのかな、スーパードライって。あ、ポップちゃん。地球に残ってる連中は、あのメギドアークで全員死んでるだろう。ということはスーパードライも、死んじまったのか。そう考えると全然幸せじゃないな。悲しい結末だな。それにしれっとね、あの、乗ってましたみたいなことね。あ、これ最初の方ね。しれっと白ブリにスーパードライ乗ってましたみたいなことないだろうしな。結局生き残ったのは俺とユッキーだけか。みんな死んじゃったね。マダムの最後ちょっと切なかったな。でもちゃんとあれだよ、ケルちゃんは愛用してるから。レッドベア。俺こいつに負けた以来一回も死んでないな、そういえば。屈辱だな、レッドベアにさえ負けなけりゃ。一回も死なずにクリアだったのに。あー、岡本、おやっさん、アバドンの中で会いたかったな、岡本には。あ、メカタと花田。最初のその、まあ、でもメカタが全部話してくれたが、これは俺を作った時ってことだよな、メカタが。これが俺か。ピスタチオだ。ピスタチオかい。俺かと思った。あ、全員こうやってだから作ったってことだよね。俺が名付けた時か、スーパードライ。なるほどな。いや、すげえストーリーだけど、うん、すげえストーリーだな。チーズタラね。そうか、これはユッキーかホップちゃんか。ホップちゃんかな。ホップちゃん、ホップちゃん最後合体したしな。でもで、ユッキーか。そっか、ユッキーはもともとあれだもんな、人工授精された方だから、味方が作ったわけじゃないと。何、美しい。ああ、で、エンディングか。長かったな。エンディングの回想シーン、いやー、そうか、めっちゃ飛び回るね。これはユッキーがだから聖母として崇め立て祀られたみたいな、そういうことなのかな。いやー、しかし長かった。いやー、でもちょっとあれだな、ロールートいまいち。いまいち。なんで別に最後さ、ヤハウェ倒さなくてもよくないって思っちゃったな。まあ、だから本当にアシズリとユッキーに任せたかったんだろうね、新世界の創造を。だからまあ、ヤハウェさえも殺してしまったんだろうけど。いや、こうなるとカオスルート気になるね。ルシファーの手助けをする方、そしてニュートラルルート。となるとニュートラルはルシファーもサタンもぶっ殺して、最終的にヤハウェもぶっ殺してみたいな。でそうなるとロールートに近いな、ニュートラル。ちょっと想像つかないな。かわいいな、この子。ああ、崇められてる聖母ユッキーか。いやー、メタトロンなんか合ってないわ。ネタバレ、ネタバレ。メタトロンとかも頑張れば作れるのか。ちょっとこれはね、いいです。ちょっと飛ばしましょうか。これなんかね、プレステ版からこれついたらしいんですけど。悪魔一覧ね、クシエル。いいかな。これ、長えんだ、これ。飛ばせんのかな？アマテラスも作れるよね、それはね。飛ばせないんだ。飛ばせねえ。カットしましょうか。あ、終わってた、終わってた。ゲームクリアデータをセーブすると、クリア情報を引き継いで、新しくゲームを始めることができます。ゲームクリアデータセーブ。あーん。でもニューゲームしちゃうとさ、また最初っからでしょ？まあ、エキスパートを選びますけども、しれっと。エキスパートでもそんな戦闘難しくなかったしな。これセーブしといて、そう、一番下にさ、このあの、門と話したやつあるじゃん。あれを残してんだよね。とりあえず一番上にでも置いといて、でもさ、
ニューゲームするんだったら、最初からだから、フォークレベル6。ニューゲームになっちゃうのか。でも強くてニューゲームってわけじゃないよね、別にね。なんか得点あんのかな？ちょっとなんか、攻略サイト見るわ。もう一回クリアしたから、攻略サイト見て、ニュートラルルートとカオスルートやるわ。で、もしこの最初からやるんじゃなくて、さっきのね、途中のセーブデータからでもいいよっていう感じだったら、それからやった方が早いよね。さて、元老院と戦う前のセーブデータからもう一回やりまして、で攻略サイト見ながら残りのカオスルートとニュートラルルート、まあまずカオスルートからかな、やっていきましょうか。さてさて、赤坂の防具屋ですよ。問題のね、ドクロの稽古着ありましたね、反物理。これあえて買わなかったんですけど、一周目ではどうせあのクソゲーになるだろうなと思って、これ買いましょう、モントミオで。やっぱ一周目やって思いましたけど、あのやっぱ魔法がクソ弱いんですよね、このゲーム。コメントでもね、いっぱいありましたね。なんかバグレベルで弱いっていう魔法が。物理反射しちまったらもう絶対死なねえんじゃねえのかっていうね、話なんですけど。あと赤坂にね、もう一個あるんですよ。労働者。俺実はある秘密を知ったせいでセンターから逃げ出す羽目になったんだ。秘密っていうのは0920だ。あとは自分で考えなっていうね。これ、センターの ID コードをここで教えてくれるっていうね。こんなとこ、わかるかいっていうね。あの、ファクトリーを解放した後にここに来ると、この労働者が ID を教えてくれると。一周目全くね、気づきません。普通バーというかでさ、聞けると思うじゃん。バーで。バーじゃないんだよな。ここの端っこなんだよな。ずるいわ。っていうセンター戻りますか。今たまたま魔人出たんで、またアリスかな。あ、またアリスか。じゃあいいや。なんか落とさねえかな。あ、四季の杖なんか落とした。これレアアイテムでしょ。で、1回目の遭遇はだから運悪かったんだな。四季の杖、まあ一気だろうな。ん、あ、ん、追加効果ハッピーニュートラルカオスってこと。属性 NC。あ、ニュートラルかカオスかってことか。つまり今俺ローってことか、おそらく。で、攻撃240の1から3回、まあ普通に強いな。強い強い、いいじゃん、アリスの武器。多分ニュートラルになるだろうから、そのうちつけれるかもね。ここだな、 ID カード。全然開かなかったところ、よし、ようやくいた。ここは全然開かなくてね、悩みましたけど。あ、ここで生まれたのか俺たちは。ここは目方とか花田が実験したとこかな。誰もいないけど、ここはだから俺が名前入力したところかもしれない、夢の中で。こいつら全員の、あ、ちゃんと5個あるっぽいな。そりゃそうか、全員分あるってことはね。なるほど、こんなところで研究してたんだな。切な。え、なんもないな。なんもないの。あ、なんかあるじゃん。あ、びっくりした。目方と花だ。君はこれから我々と脱出するのだ。君の忌まわしい記憶は消しておいた。あ、俺の脱出前の、脱出時の記憶か。君が自分の名前を思い出すのに苦労したのも実はそのせいだ。はあ、脱出する時の俺の記憶か。だ、こっからは記憶あるんだね、だから。まず、目方、感づかれたらしい。まだ4人残っている。ならば、足釣りだけでも。わかった、花田、すぐに始めてくれ。俺だけ外に放り出されたのか。よし、スイッチを入れるぞ。奴らに思い知らせてやる。くひひひひ。やべえやつじゃん、花田。どんな記憶だよ、これ。あ、これで終わりか。まあ、そんな感じで脱出したんだろうけど、そんだけか。なんか真相が暴かれるとかいうわけでも特にないんだな。マップは埋まったけどね。ちょっとなんかおまけが見れるんだね。目方と花田が俺を逃がしてくれた時の記憶を思い出すという、そういうおまけですか。さあ、ここで物言う壁と。これでね、属性がだいぶやっぱ傾くみたいなんですよね。ただ、これね、ある程度ニュートラルに寄せといて、で、はっきり分裂するのが、ルート分岐するのが、
ピスタチオからうちに協力してくれって言われる時と、ルシファーからうちに協力してくれと言われる時なんで、そこではっきり確定するから、ここではまだ確定してないというわけなんで、ここでニュートラルに寄せておけば、まあ、あとはロールとかをするとどっちにもいけるような感じになると思うんで、そういう調整をしようかなと思います。やはりとどめを刺す。イエス。ここでカオスによるわけだね。高い武器を買うため。これでも俺これ選んだな。これでイエスを選ぶとローに傾くと。前に選んだやつと同じようになってないか。ニック引き叩き打ち破った。そうだな。で、ここは、カオスに寄せておくか。とどめを刺すイエス。なんじゃ、神のため、人のため戦う者、救世主として称えられよう。これ、でも、ローっぽいよな。ローっぽかったね、今ね。カオスに寄せたけど、俺が多分もともとね、ローに偏ってるはずだから、これちょうど、ちょいローぐらいになるのかな、ちょいロー。ちょいローぐらいかな。さて、久しぶりのピスタチオ。そう、さっきルシファーに会ってきて、このルシファーの誘いも、ピスタチオの誘いも断ればニュートラルルートってわけですね。まあ、まずカオスルートから行こうかな。ピスタチオはとりあえず、お断り。で、これで、ピスタチオを承諾すると、もう速攻でロールと確定だったわけですね。僕を助けてくれないか。大魔王ルシファーを倒し、ミレニアムを立て直し、すべての人が、おい、嘘ついてんじゃねえか、お前。すべての人が平和に暮らせる理想の世界、真の千年をここ目指そうつってるのに。先民してたよ、お前。助けてくれ、スリー。この還元に俺は騙されたわけだな。ノーだ。君たちはどうやらエデンにはいられない人間らしい。残念だ。ほら、もうすでに違うじゃん。すべての人間を救うっつってたくせに。では、ここから出て行ってもらおう。たばかったな、ピスタチオ。イニシエのアダムとイブのように楽園から追放されるんだ。さらば、スリー。あ、俺が、ユッキーが、俺がアダムでユッキーがイブってこと？どこに飛ばす？センターの外に放り出された？どこだよ？どうやって？いや、この救世主を放り出すとはなかなかのパワーだぞ。まあ、ガブリエルがやったんだろうな、おそらく。もう入れないのかな？入れないだろうね。閉ざされてる？入れるんかい？入れちゃう？入れるんだ。入れはするものの、普通に入れる。まあ、エデンには入れないってことかな。まあいい。今回はカオスルートなんで、ルシファーの元にハセ参じましょう。早く去れ。で、どうなるんだろう。あ、本物のルイサイファー。無事か、スリー。アスタロとね、まさかこの私に化けるとはな。バレバレでしたけどね。あ、髪の色違ったしな。姑息な騙し討ちが通じる相手ではないと言ったのだがな。お、だいぶ買ってくれてるね、俺のこと。それにしてもアスタロトまで倒してしまうとは強いな。その力ますます欲しくなった。新たな再生のための混沌を目指し、私と共に進もう。ここでイエスを選べばカオスルート、ノーを選べばニュートラルルートというわけなんで、まあ、この直前のセーブデータを残してありますんで、割とね、楽ですね。メガテン1より、このルート分岐が。なんで今回はカオスに行きましょうか。ではケテル城で待っている。すぐに来てくれ。ようやくケテル城で。ケテル城クソめんどくさかったんだよな、ロールートの時。連れてってくれや、ゴモリ。めんどくさ。毒もめんどくせえ。めんどくさかったんだよ、ケテル城登るの。ロールートだとね、サタンになりましたけどね。あ、でも結局セトは倒せないままなのか。間に合わないで終わるんだ。じゃあカオスルートは多分サタンを倒さなきゃいけなくなるんだろうね。てか、ラスボスがサタンだろうな。そしたら、ガブリエルかと思ってたけど。なるほど、瀬戸倒せずじまい。ゴモリーちゃんは？あ、お前出てくんのか。瀬戸の目覚めを防げなかった。やはりサタンが復活するのか。普通に失敗しちゃうんだね、俺が味方してもね。サタン復活は防げなかったと。じゃあ、城向かっていくか。あ、その前にまずアバドンか。多分、アタバクのセリフとかね、多少変わると思うんですけど、お前が失礼か。ルシファー様の命によりその力試させてもらうぞ。一応こいつとも戦えるんだな、カオスルートでも。チキの杖強えな。ユッキーは力。マハジオンがいらねえな。ルシファー様には勝てないなら通すなと言われていた。お前は勝った、トールがよい。さあ行け、ルシファー様のもとへ。
なるほど、力試しという口実でね、戦わなきゃいけないわけですね。なんかロールルートだとマッチポンプで終わったフーリーの羽衣ですけど、カオスルートではこれ必須アイテムみたいですね。フーリーが水浴びをしている。羽衣を手に入れます。手に入れた。これを使ってなんとエデンに入ると。ロールルートはねエデンに普通に入りましたけど、今回追放されちゃってますからね。エデンも羽衣があれば入れるらしい。あ、これか。フーリーの羽衣のことを教えてあげようか。街に入ると教えてくれるんだ。2万マック金ならある。やろう。羽衣には属性さえ変わって見える力があるぞ。だ、俺がまるでロールートの主人公のように見えるわけだね、羽衣を被ることによって。ってことは泉も入れちゃう、もしかして。ローの泉、カオスのことは入れません。ダメじゃん。まあ、なるほど、イベントアイテムだね。なんか2週目以降解禁される隠しダンジョンというかね、混合深海にね行けるらしいんですけど、このおじいちゃんに話しかけると、これいましたね、昔3人の男がどこからか現れた。ここはその場所だそうだ。3人の男は破壊後の東京を駆け抜け、どこかへ去っていったそうだと。で、この人がワープさせてくれるんですけど、いけないと。で、これ1周目のね、ミクリアデータをそのままロードしてやってるから、多分ダメみたいですね。どうやら、1回クリアして2周目のデータだったら、どのセーブデータでも、この混合深海に行けるみたいなんですけど、このデータじゃいけないっぽいんだよな。どうすかね、混合深海見たい。ここ行こうと思ったらもう2周目でとりあえずここまで来なきゃいけないから、いやどうしようかな。ニュートラルルート2周目の1からやるか。でも長えんだよな。でも RTA どんぐらいなんだろうな。メガテン2の RTA 参考にしてやればそんなに長くないのかもしれないけど、どうしようかな、ちょっと考えます。行かないかもしれない、混合深海には。別になんか裏ボスがいるとかじゃなくて、なんかね強い敵が出んのよ。あとなんかアマテラスがね、混合深海に行こうぞってヒルコと一緒に行ったから、アマツカミの連中がやたらと出てくると。で、強い敵は出てくるんだけど、で、いろいろボコボコねレアアイテムを落とすんだけど、なんか最終ゴールがあるわけじゃなくて、ボスがいるとかじゃないんで、まあいっかなっていう気はしてますけどね。ただ見たいっていう気もしてるんだよな。悩ましいな。さ、ケルビム、エデンの門は選ばれし者のみに開かれる。選ばれし者が誰か我々には分かる。お前はお、まさしく選ばれし者。節穴かお前。さあ楽園入るがよ。フーリーの羽衣のおかげでケルビムのチェックを免れた。ケルビムチェック。おじさん、話はもう変わってないかな。一応聞いとくか。ミレニアム自体、ああ変わってないな。じゃあ多分南にいる。あ、天使ガブレルやったらどうなんだろうな。見破られるんじゃない、さすがに。ここはお前たちが入れるようなところではない。ピスタチオが南に会いに行くがいい。いていいんだね、僕たちここにいていいんだね。ピスタチオ会いに行くか。まあ、前回サタンと合体して、まあサタンにはなるだろうな、いずれにせよ。アスツリー、僕は自分が何者なのかやっと分かったよ。何のためにこの世に生まれ出て。これ変わってないな。これセットにさ、髪の毛のパイナップル部分食われてさ。あれ、これもパイナップルか。で、あの悪魔の耳みたいになってるよね。私はサタン。人間そして悪魔を裁く者としてこの世に使わされてきた。もうここで戦うんじゃねえのか。ルート分岐してる。悪、楽園を汚す者め。落ちよ。奈落の底へ。ピューンじゃないわ。落とされた。え、アスリたちは地下世界に落とされた。死ぬって。スタ。あ、ゴモリ。ついにサタンが復活したわね。ルシファー様がお待ちよ。早くケテル城へいらっしゃい。当然連れてってくれるんですよね。最初の一回だけじゃん、優しくしてくれたの。連れてってくれねえじゃん。ここにゴモリーもういないのかな。やっぱりあのミュータンとか。じゃ、頑張って歩いていくしかない。というか、マーラ様を倒すしかないのか。カオスイベントでもマーラ様を倒すのか。なんか、アスタロトを連れて行ったら、イベントが起きるらしいんで、アスタロト作りましょう。まあまあ、デスバウンド使えるしな。で、ステータス的にはなんか微妙だね。魔力が高いのか。
魔法系ね。魔法系弱いからな、このゲーム。おー、あ、意外に小さいな。私は魔王アスタルト。あなたに忠誠を誓おう。なんか面白いこと言え。このアスタルトを連れて行くといいと。ここね、このビナーの街の一番奥のところ、何にもなかったじゃん、ここ。ここにアスタルトを連れてくる。こんなわかるわけないだろうし。アスタルト、足釣りを聞いてくれ。この場所で私に真の姿を取り戻させてくれ。頼む。言うことを聞きますか。まあ、そのために連れてきたけど。なんでここ？アスタルト。ついに真の姿が取り戻せる。楽しそうで何より。何にもないのか。ただこの場所に来れば、別れた。やっと自由になれた。俺はマシンアシターだ。アスタリ、ありがとう。なんか、可愛いな、お前喋り方。アシタは去っていくんかい。イシタル。私は地方神イシタル。イシタルエロいよな。でもメガテン2の頃からこの格好だったんだ、イシタル。イニシエに唯一神の手で自由を奪われ、アシタと合体させられました。かわいそうに。一番エロい格好してるよな。よくよく考えれば。このヒラヒラのワンピースみたいな。そして魔王アスタルトの姿に貶められていたのです。やっと真の姿を取り戻せました。君は仲間になってくれるよな。アシスリにはいくら礼を言っても言い足りません。本当にありがとう。めちゃくちゃ可愛い。イシタルの輝きによってアスリたちの体に力が満たされた。え？何があった？何があった？ステータス上がったとか。いや、パラメータ上がったら、パラメータが1上がったみたいなの出るもんな。何も上がってない。何が、どういうこと？ここにいんのかな、ずっと。この、いる。仲間になってくれるわけじゃないんだ。まあ、失礼。よくいらっしゃいました。魔界の海も豊かさを取り戻しつつあります。なんだ、その世間話。回復してくれてるってことなのかな？無料回復ってこと？いらねえ。あ、でもこれ多分合体で作れるようになるのかな？アシターとイシタルが。自分で頑張って作れってかい、イシタル。くそ、仲間になってくれると思ったのにな。アスタルト失って終わっちゃったもんな。それはカオスになったんでね。あの、ロールフトでは使えなかった。一度も日の目を浴びなかったね。された彦が使えるということを今思い出して召喚しております。人の顔失礼を、お前がここを通ってもよいか試させてもらうぞ。ん？あ、失礼、お前の地位は15以上あるか？いや、ない気がするけどな。あ、マーラさんは誘惑じゃなくて、本当に俺を試してくんのか。イエス。地位は15以上あるようだな。あ、本当にあるんだ。では、ここを通してやろう。壁の向こうを開けてるな。なんだ。戦ってくんねえんだ。地位15あるだけでいいの。大魔王ルシファーのおられるケテル城がある。行きますか。え、ちょっと寂しいな。え、地位足りない方がよかったね、じゃあね。地位が足りなかったら戦闘なのかな。くそ、地位があるばっかりに、マーラ様とのお楽しみが失われた。さあ、ケテル城か。ここのもんどうやるんだろうね。ロールウッドではサタンがバーンつって開けてくれたんだけど。ここ開けてるじゃん。ルシファー様のいるところだ。口パクパクやめろ。ルシファー様は誰も通すなと命令された。俺ルシファーから来いって言われてんだよ。カオスのもの以外は、カオスのものだから普通に通れちゃうのかな。カオスのもの以外は誰も通すなと命令された。ルシファー様はこいつを通しても良いと言われるか。うん。ルシファー様はこいつが通るの許される。そうか、普通に開くんだね。ルシファー様の命によりお前は門を通ることが許された。今城門を開けてやろう。じゃ、ニュートラルだとどうなるか気になるね。ディスコ。ディスコ楽しむか。ここ長えんだよな。いや、道が分かっててもやっぱ長えわ、この城。ルキフグス、お厚にお目かかる。私はルシファー様のそば近く使えるルキフグス。ルシファー様の声をいろいろ詰めておる。これ聞きましたね。以後お見知りおきを。仲間になったりしないのかな。おお、なかなかの強さだな。ルシファー様も満足するだろう。それだけか。立ち去る。どうしようかな。ルシファーと一発交えるみたいななるかな。一応召喚だけしとくか。